毎日交通本社毎日グループのタクシー毎日グループは名古屋市に本社がある毎日交通を主体に名古屋地域の4社に営業所のあるタクシー会社のグループである車両の暗論は黄色の背景色と黒文字にビーグル犬のイラスト保有する車両は過去には小型車で三菱ギャランを保有し一時期はトヨタコンフォートで統一していた時期もあった 2004年4月、東京部産交通圏に認可を得て、大名古屋交通と GL タクシーが進出し、黒塗りのプリウス、クラウンセダン G パッケージ、3ナンバーのスーパーサルーンなどのハイグレード車も導入していたが、2014年7月をもって東京部産地区から撤退した。なお、毎日タクシーが東京に、同盟会社は毎日交通が大阪に、日本交通が東京、 大阪、兵庫、鳥取、島根に、三和交通が、北海道、東京、横浜、兵庫、宮崎、沖縄に存在するが、いずれも、資本、人的ともに無関係である。また、毎日を名乗るが毎日新聞社とも無関係である。ありがとうございます。